ついに PS4 で東京グールのアクションゲームが発売されます。その名も東京グール RE コールトゥーエグジスト。やったぜ、マジで嬉しい。この時をねずっと待っていましたよ。というわけで発表されたゲーム内容を紹介していこうと思います。東京を舞台にグールと人間の生存をかけた戦いが始まる。食うか食われるか、東京グール、東京グール RE の世界観を体験できる三人称視点のサバイバルアクションゲーム。カグネ、クインケといった特徴的な攻撃手段、キャラクターの性能、戦場の状況を把握し生き抜いていく。オンラインでの多人数対戦、友達同士の生存競争。今、お互いの生存をかけ血塗られた舞台の幕が上がる。どうですか、もう完璧ですよ。文句はないです。楽しみです。このゲーム気になる発売時期は2018年冬ということで、12月20日じゃないかと。有馬と金木の誕生日である12月20日じゃないかと。しかもその日は木曜日であり、一般的に家庭用ゲームソフトの発売日は木曜日ということで、これはもう確実なんじゃないかと。半年なんてすぐですからね。もう今から楽しみすぎて妄想に花が咲きますよ。東京グールジェイルの実況を始めて投稿してからもうすぐ2年が経ちますが、もちのろん東京グール RE コールトゥーエグジストも実況をアップしていく予定です。そしてオンライン対戦、これが何より楽しみです。また放送などでプレイすると思うので、よかったら、見に来てください。チャンネル登録コメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。